はい、今回は、田中ワークスさんのですね、ガスブローバックエアガン、SIG P220 航空自衛隊9ミリ拳銃をご紹介したいと思います。田中さんの、ガスブローバックなんですけれども、当初はですね、有名な武戸部さんが設計したですね、2way システムというのを使ってたと思うんですけれども、やがてウェスタンアームズのマグナブローバックをですね、使用することでですね、作動性を非常に作動性と命中精度を上げていったという歴史があります。で、以前はですね、取説にもですね、マグナブローバックって大きくこう書いてあったんですけれども、今改めて見てみるとですね、ないですね。で、構造的にはこれマグナブローバックだと私は思うんですけれども、もし違ったらご指摘ください。で、もしかしたらですね、もうマグナの特許が切れていてですね、改めて明記する必要がないということで書いてないのかもしれません。で、この220はですね、シングルカラームのですね、断層、細い断層でですね、で、非常に握りやすいような形、226とかに比べると私は非常に握りやすい形ですね。で、航空自衛隊バージョンということでですね、この辺りの刻印とかですね、この辺り共通だと思うんですけど、この辺りが特徴的になってるんですかね。航空自衛隊バージョンと、私陸上自衛隊バージョンというのを持っています。海上自衛隊バージョンは持っていないですね、今のところ。昔でしたらね、コンプリートしたいなとかって思うんですけれども、今はまあいいかなみたいなところもあります。で、この製造のところなんですけれども、新中央と書いてありますけど、これがミネベアさんのことですよね。ベアリングで有名なね。で、私の知人にミネベアの方がいらっしゃるんで、銃作ってるんですよねみたいな話をすると、全く別の、事業部でやっているということでですね、ただこれはちょっと怒られちゃうかもしれないんですけれども、あんまりものづくりとしての、銃を作る上でのそのミネベアさんのこの製造っていうのはあんまり評判はよろしくないようなことが雑誌に書いてありました。私の、記憶違いかもしれませんけれども、間違いないと思います。で、これはインテグレーテッドシャーシーシステムということでですね、シャーシー、このフレームの中に入ってるですね、パーツを受け止める部分、これがですね、改良されたことでですね、作動に安定性を持たせていると。で、フレームフェビーウェイトで、スライドは ABS っていう形になってますね。その分作動がキビ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 としております。ちょっとまた弾を入れていろいろと遊んでみましょう。ちょっとこれウエストアームさんとは違うバルブの構造になってますね。今のところガス漏れはありません。昔はね、田中さんのハイパワーなんかすぐこうガス漏れなんかしたんですけれども、最近はなんかあんまりいい感じですね。それにしても田中さんというのは本当に新製品をバン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 出しますね。アグレッシブに非常にいいですね。さて、弾速も測ってみましょう。スライドいきます。一発目、59.8、一発目は60ぐらいでしたね。ということで、基準内に収まっている安全なエアソフトガンというふうに言えます。少し発射してみます。スライドストップもきちんとかかりました。内部構造もこんな感じですね。この構造を見ますと、完全にこれやっぱりマグナですよね。マグナのまんまで、作られているような感じですね。スライドストップもしっかりかかります。ちょっと私の世代
というか、まあ、私だけかもしれないんですけど、このスライドストップかけてしまうとですね、ノッチが欠けたりというのが昔あったもんでですね、なかなか乱暴に扱えないちょっと貧乏症がございますので、これも引いた状態で下げさせていただきます。セーフティーはしっかりかかります。カコンという感じでちょっとあのプラプラ感がしますけれどもね、持った感じがとにかくいい。でこのシグの220っていうのはですね、最初にモデルアップしたのはやはり僕は MGC だったと記憶しています。モデルガンとしてですね。でまあ私ちょっとその頃あんまお金がなくて買えなくて、代わりに、まあ、友人に買わせましてですね、家でこう打ったんですけれども、その頃はあの CP 方式になってましたんで、非常に調子よくブローバックしてくれた MGC の220です。今でも持ってますし、私の動画の方にもしかしたらアップしてあるかもしれません。あるいは打った状態で動画は撮ったんだけれども、アップしてないという状態かもしれません。ただこれあの当時は非常に分解と組み立てが難しくてですね、結構難渋した思いがあります。ただしつこいようですけれども、このシングルカラーマガジンを、まあ、包み込むような、まあ、非常に握りやすい細身のグリップ、これはあの日本人のですね手にはよく合ういい銃だなというふうに思っております。今回は以上です。